こちらの LED を用いた照明器具ホロライトについてなんですけども、こちらは LED と大型な光学素子を用いることによって光の広がりを一度に抑えた LED の照明器具になります。例えばこちらのものを会場の向こうまで光を飛ばしてもほとんど光が広がらずにスポットで照明することが可能になります。で今回、展示しているものとしまして、こちらの6ワットのもの、25ワットのもので、40ワットのものがありまして、上の方に照らしているわけなんですけども、このような形に放てているところにスポットで光を出すことができているかと思います。あと光学設計の方を変えますと、例えばこういうふうに、地面に対してまっすぐの直線の光を出すことも可能になりますし、あとこちらのように、文字を出すことも可能になるわけです。あとこのように筐体がキューブ型の構造でありまっすぐの光が出ますので、例えば壁面に沿って設置することにより壁面に非常に長い光の筋というものを作り出すことが可能になります。例えば高いビルディングの外壁にこれを活用しますと、十分10メーター以上の距離にこの光のラインというものを作り出すことができると。そしてたった1台の消費電力は6ワットになります。ですので非常に消費電力を削減しながら効果的なライトアップというところにも活用することが可能です。通常ホロライトの方は AC100V および200V で駆動することが可能です。でこちらの方は乾電池を内蔵しておりまして、このように背面に、単三電池4本を活用することにより、だいたい2時間程度、光を出すことが可能になっております。もともとこのホロライトなんですけども、ホログラムと呼ばれる3次元映像が出せるような写真のようなものがあります。そちらのものを再生するために開発したものになります。このように、平行な光、太陽光線のような光をこのホログラムに照明することによって3次元の画像が再生されるわけになります。